本当のお金の話をしましょう。後編。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。6月の骨太の方針2018閣議決定を前に、様々なアドバルーンが挙げられています。その一つがこれ。国などの財政黒字化、25年度政府目標、5年先送り。政府が来月決定する新たな財政健全化目標で、国と地方の基礎的財政収支の黒字化時期を2025年度とする方向で検討していることが2日分かった。教育無償化で収支が悪化することなどを理由に、従来目標から5年先送りする。達成には25年度時点で3兆8000億円を超える収支改善が必要と見込まれており、社会保障費などの抑制策を合わせて提示する。大型連休が明けてから与党と本格的な調整に入る。安倍政権は消費税率 10% への増税を2度延期したのに続き、増税時の増収分を借金返済から教育無償化に一部振り向けることを昨年決め、それまで目指してきた20年度の黒字化を断念した。そもそも、プライマリーバランスを黒字化することに意味はありません。厳密には、デフレ期の国が、PB を黒字化しようとすることで、毎年の収支を抑制せざるを得なくなり、デフレ長期化という悪い影響を発生します。この悪い影響を、国民が痛みに耐え、とかなんとか耐え抜き、実際に PB を黒字化したところで、国民が貧困化したという結果が残るだけで、財政健全化ハッピーなどという結果にはなりません。理由は、そもそも財政健全化とは、PB 黒字化でも何でもないためです。それにもかかわらず、昨今の日本の政治家の多くが、PB 黒字化至上主義に陥ってしまっており、思考停止的に、PB 黒字化あるべしとやっています。あんたたち、PB の意味も、財政の意味も、お金の意味も全く知らんだろう。これほどまでに愚かな政治家ばかりが目立つ国は、間違いなく我が国だけです。愚かな政治家の代表が、かの狼少年こと、伊藤元重大先生と、友人の石橋茂元幹事長でございます。石橋は、以前、今は会計の資産が国の借金を上回っているから大丈夫かもしれないが、いずれ国の借金の方が大きくなり、破綻する、と、地球ではない、どこか別の世界のファンタジー理論を叫んでいらっしゃいました。2017年末、速報値。日本国家のバランスシート、億円。上記が、現時点における政府、日銀、金融機関、非金融法人企業、家計、NPO のバランスシートの合算ですが、家計の金融資産、直近で1880兆円を政府の負債、同1284兆円が上回る、などということが起き得るのか。お金の本当の話を理解していれば、起き得ないということがわかるはずなのです。なぜなら、お金の創出の際に、負債、債務、と資産、債権が同時に増えるためでございます。例えば資産負債がゼロの状況から政府が1兆円のお金を借り入れるとします。政府にお金を貸すのは金融機関、銀行です。政府は銀行から借りた日銀当座預金を担保に政府小切手というお金を発行し企業に支払います。企業は政府小切手をもらったところで従業員の給与も支払えませんので小切手を銀行に持ち込み銀行預金に変えます。銀行は企業から受け取った政府小切手1兆円を日銀に持ち込み、政府の日銀当座預金で清算します。するとバランスシートは最終的に以下の通りとなります。そもそも家計の金融資産、主に銀行預金と政府の国債発行との間には何ら関係がないことがわかると思います。つまりは、経済財政諮問会議の伊藤元重大先生は嘘つきです。この先生は、石破理論の他にも、家計の貯蓄率が下がると財政のファイナンスができなくなり破綻する。とこれまた地球上ではありえないファンタジー理論をぶちかましていらっしゃいました。詳しくはこちらで。しかも最初に銀行が政府に貸し付けた日銀当座預金1兆円が政府小切手の清算プロセスを得て銀行に戻ってきます。ところで企業は政府から支払ってもらった政府小切手を銀行預金に変え全額給料として支払いました。するとあら不思議、政府が国債を発行したら家計の銀行預金が増えました。って当たり前でしょ。お金は消えないんだから、返済しない限り。この手のバランスシートの基礎知識すらない政治家が、財務省に煽られ、財政破綻だ、PB 黒字化だと叫び、日本国を小国化しているというのが現実なのです。我が国を滅ぼすのは安倍政権でもなければ、財務省でもマスコミでもない、政治家ですらない。日本国は国民の会計の知識が乏しいことで滅びるのです。